皆様こんにちは。2月22日水曜日午後2時になりました。高知若江の沖縄アンブレイブス、沖縄から世界へ。この番組は沖縄の元気が世界の元気をテーマに、私が仕事の中で感じたことや経験から学んだこと、気になる本や好きな曲を紹介しちゃおうという番組です。皆さんにとって元気と勇気のきっかけになってくれればいいなと思っています。番組へのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは数字で780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお送りください。懸命に沖縄ブレイブスとご記入ください。またツイキャスでのコメントもお待ちしています。今日はまさよちゃんとゲストに伊是名島出身のシンガーソングライター伊令俊一さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけどね、俊一さん、はいはい、ファンの方からメッセージが入ってるんで、ここで紹介させていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、いっちゃんこんにちは。こんにちは。今日は仕事で残念ながらラジオを聞けませんが、はい、高知さんとラジオで楽しいおしゃべりをしてくださいね。そして土曜日のワンマンライブも頑張ってくださいね。いつも応援しています。ともちゃんよりということです。はい、ありがとうございます。はい、はいはい、またね、この後また楽しいトークをしていこうと思ってますので、ぜひお楽しみに。はい、この番組はあなたの輝く未来をお約束、不動産の有限会社エナジーと、健康づくりのパートナーイオン那覇隣宮城整骨院ヒーリングアロマ沖縄の提供でお送りいたします。早速ですが、今日のゲストの伊令俊一さんのですね、曲、ここで1曲紹介させていただきたいんですけども、はい、メジャーデビュー曲ですね。そうですね、はいはい、早速ですけど、はい、先生、はい、はい、お願いします。
ましてこんにちは、コーチ若江です。今日は2月22日水曜日、第15回目の放送となります。私はヒーリングアロマ沖縄代表、個人サロンを経営して6年半余りになります。普段はアロマを使ったカウンセリング、リバースセッション、トリートメントの仕事をしています。今日のメンバーはですね、まさゆちゃんと、ゲストに伊是名島出身のシンガーソングライター伊礼俊一さんにお越しいただいてます。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけどね、はい、私普段のカウンセリングの時に、まあ、はい、アロマを使ってで、まあ、仕事をしてるんで、はい、毎回、はいはい、ここでもあのゲストさんにもですね、アロマを選んで、あの香りを嗅ぎながら、はいはい、いつも進めているんですけども、はい、早速もう選んでいただいてますね、うん、そうですね、すごいいい香り、はい、早速、はい、まさゆちゃんも選んでますね、はいはい、バッチリ、はい、お二人にですね、あのアロマを選んでいただいて、まず伊礼さんがですね、あの選んでくださったものは、ヤングリビング社のビリーブというアロマになってます、うん、それぞれにですね、テーマがあって、はい、まあ、あのその時、必要な香りを選ぶと言われてるんですよ。で、実はこのテーマは、はい、まあ、その名の通り信じる、信じる、今の自分を信じて、またこれから大きな一歩を踏み出すというね、はい、はい、なんかすごいまたぴったりな、まさにぴったりですね、まさにですね、はい、選んでいただいてますね、はい、はい、そしてまさゆちゃんが選んでるのは、私もね今日はこんな感じでした。同じ香りですこれはですね、ヤングリビング社の、ブレインパワーというアロマで、思考能力や理解力を向上させ、うん、脳を明瞭に保つ、頭脳と、精神のエネルギーを高め、集中力をサポートするという、はい、テーマになってます。ぴったりです。私もなんかねぴったりな感じで、はい、今日は、ね、はい、3人でじゃあこの好きな香りを嗅ぎながら、ね、そうですね、はい、楽しいトークねあのできたらなと思っていますけど、はい、お願いします、はい、伊礼さん、はい、実は、ね、はい、昨年11月に私のラジオ番組スタートしまして、そうですね、ね、第2回目の時にいらしていただいて、はい、そうなんですよ、ありがとうございました、ね、もう本当ありがとうございます。その時にもね、もう楽しいトークをさせていただいて、伊是名島のね、はい、またお話だったりとか、うん、荘園王の末裔のね、はい、お話とか、ね、またね生歌も歌ってくださったりとか、そうですね、もうね、その後すごかったですよ、こうユーストリームでね、すごい視聴回数が多くて、あ、ぜひね、あの外でいらっしゃる方も中で入っていただければと思いますけど、はい、ね、ファンの方ですかどうぞ中でどうぞ、はい、ね、あの楽しい話を前回もさせていただいて、その時ですのね、その時のものは YouTube にアップしてまして、はい、YouTube でまたコーチ若江で検索していただければ、前回のね、またトーク、はい、あの視聴できますので、ぜひね、リスナーの、ね、はい、皆さんもまた、あのご覧いただけたらと思うんですけども、はい、また今日もね、忙しい中来てくれてんの、まさゆちゃん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いつも誘っていただいて、嬉しいです。はい、いやもう本当ね、あのだって今週末ですよね。そうですね。あの実は今週末、まあ来たる土曜日なんですけども、2月25日にワンマンライブを、開催します。おめでとうございます。もう本当おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、せっかくなんでね、まずここで一回ちょっとライブ情報を、はい、あの皆様にねお知らせしていただいてもいいですか。はい、もうちょうどですね、このあの FM 那覇から、はい、あのこのジュンク堂がありますけども、そこからまっすぐですね、あの国際通り向けに行くと、なんかあがりメガネっていうところありますね、はい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 、そこのちょっと 2,3 歩 4,5 歩ぐらいですかね、行ったところに左側に地下のあのライブハウスでバンターハウスっていうところがありまして、はい、そちらで、ワンマンライブをします、はい、19時にオープンして19時30分から、約多分1時間半か2時間ぐらいになると思うんですけど、いや楽しみですね、はい、私たちも行く予定ですけど、はい、はい、ありがとうございます、応援行きます、ね、あのせっかくなんで、あのちょっと、どちらの方にお問い合わせしたらいいんでしょうか、うん、そのライブハウスの方に、そうなんですね、はい、直接問い合わせすればいいんですか、はい、そうですね、ライブハウスに問い合わせってことですね、じゃあこの辺はまたね、最後にじゃあお伝えしましょうかね、はい、お願いします、はい、あのね、もう毎回毎回本当ね、すごい楽しいライブになってまして、ね、今回は冬バージョンですか、
今回は、はい、冬バージョン、まあ、マチカンティーライブ冬バージョンということで。冬バージョン、そうですね、素敵。ちょっと冬とですね、その歌を冬と、ね、なんかそのね、うん、時に向けてのなんかいろんな曲なんかもまた新たに作ってらっしゃるっていうことで、はい、そうです、最近そのライブに向けてちょっと作ってですね、はい、1曲作って、今ちょっと練習中です。練習中もう明後日ですけど、明後日ですけどね。ですよね、はい、あ、本当になんかこんなね、うん、忙しい中来てくださって、ね、実は今日は2月22日、はい、しかもこの番組2時からスタートじゃないですか、ね、そうなんですよ。で、ね、実はなんかね、エンジェルナンバーって聞いたことあります？あります、あります、あります。実はエンジェルナンバー2222、うん、調べてきたんですよ。あ、なるほど、はい、そうですね、ちょっと紹介していいですか？はい、あのね、全てはうまくいっています、はい、願いは叶うと信じてください、はい、奇跡が起こるのを待っていてください、はい、心配はいりません。あなたのアイデアはもうすぐ現実になります。わお、肯定的な思考を持ち続けましょうということですよ。いいです。いや、これ実は僕も、あの、3日ぐらい前に 2、はい、2を見るのが多くてですね、なんかゾロ目の2を、はい、あの、見てたんで、なんだろうと思って調べた、調べたらそのエンジェルナンバーにたどり着いてすごいね、なんでなんで、なんでしょうね、シンクロだね。高橋さん、あの、すみません、エンジェルナンバーってそもそも何でしたっけ？あの、あまりよく分かってませんあまりよく分かってない聞いたことは あの、あれなんですけど、はいはい、あの、お客様がね、いろいろ教えてくださって、あの、高橋さん、エンジェルナンバー分かりますかって言って、で、いろいろ説明してくださってるけど、あまりごめんなさい、覚えてないんだけど、割となんかインスピレーションが、はい、あの、強い時とか、はいはい、そういった時に、うん、例えば時計を見たりすると、あの、ゾロ目を見たり、あの、車のナンバーを見たりすると、はい、ゾロ目を見たりとか、はい、その番号によって、その、うん、なんかメッセージ、インスピレーションのメッセージ、サインが違うよっていう。ちょっと入江さんの方が実は詳しかったりして、ね、ちょっとびっくりした今すごい調べた、もしかしてすごい、はい、情報が面白い、すごい、すごい詳しかったね、ですね。そう、そういうなんか意味があるみたいで、はい、なんかね、人、はい、まさになんかいい番組ね、なんか、ね、びっくりしました、僕も今日22時だなと思って、はい、もうね、2が揃って、なんかその数が揃うほどいいらしいね、はい、うん、だから、そのまだ2時22分には何か奇跡が起こるかもしれないね、うん、そろそろですね、そろそろですね、はい、じゃあね、今日は本当ね、また、あの、楽しい話、はい、この後もね、たくさん入江さん聞かせていただきたいんですけども、はい、ここでまた、あの、1曲、はい、また入江さんの曲紹介させていただいてもよろしいですか？あ、はい、はい、ですね、あの、次の曲は、僕も、あの、メジャーデビューしてからですね、初めて出した、アルバムの、タイトル曲になってる曲で、はい、あの、僕のふるさとの伊是名島からですね、こう旅立つ時の、テーマを、というテーマで作りました。そういう曲なんだ、はい、はい、それでは聴いていただきたいと思います。はい、入江俊一で青春の旅立ち。
今日はですねゲストに蓮俊一さん、お越しいただいてます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、もうね今日聞きたいこといっぱいありますよね。はい、はい、むすちゃんもうワクワクしながら待ってますよ。そうですか。なんだろう、ちょっとドキドキするんですね。はい、むすちゃん、はい、何、はい、聞きたいこと。私最初ですか。ドキドキしてきちゃった。ドキドキしてきちゃった。ドキドキしてきちゃった。ですね、もう聞きたいことたくさんあるんですけど、はい、もうとにかく俊一さんの曲を聞くたびに、はい、本当になんていうんですかね、結構魂が揺さぶられるっていうぐらい、やっぱりこう涙が出たりとか、はい、じわって心の奥底から温かくね、こう元気にしてもらったりとかね、元気にしてもらうような曲がたくさんあってですね、聴 い,、ね、いてるだけで癒されたりね、本当にあるんですよ。それでまあ私も大ファンの一人なんですけど、はい、曲作りとか歌詞作りにあたってですね、はい、まあ、どんな時にひらめくのかなって、うん、はい、いうのをちょっと聞いてみたいと思いまして。そうですね、はい、最近で言えばですね、うん、ちょっとですねペット関係の、うんうん、はい、話というかいろいろペット関係でちょっとお仕事をいただく、はい、感じがことがあってですね、うん、それで、はい、ペットかと昔犬とかを、島の方で飼ってたんで、動物なんか動物に似合うって言ったらちょっと言い方が変なんですけど、すごい犬とかね、なんかとても飼っていそう、飼っていそう、飼っていそう、もう懐かれそうっていう感じで。そうですね、ありえますイメージ。はい、それでなんかそういう考えてると、はい、なんかこう曲を作りたくなったり歌詞を書きたくなったりとか、本当インスピレーションみたいな感じでちょっと来てですね、それでまあ携帯にメモったりとかしたり、はい、はい、そう飼ってた犬を思い出しながらって感じ。今回はそうですね、ペットのちょっとテーマというか、まあ、そういう話が来て、ね、お話が来て、はい、どんどんじゃ出てくるという か, なんかそういう時にそこに意識を向けると今回の場合はそうでしたね。面白い、すごいですね。はい、はい、なんかたまたま YouTube でマイケル・ジャクソンをいっぱい見たんで、そのマイケル・ジャクソンの曲 の, あ、はい、この感じとか、それからちょっとインスピレーションを受けてメロディーとか作りましたけど、でも、まあ、マイケル・ジャクソンみたいな歌ではないですよ。いやもう聞いてなんかそこからヒントを得られるっていうこと自体がすごいなって思います。はい、詞も書くし、はい、曲もつけるってすごいよね。そうですね、もうほとんどご自分で作ってらっしゃるっていうのが、はい、すごいなって。もう初め作ってその後プロデューサーとかにまたちょっと、はい、なんていうんですかね、助っ人してもらったりとかはすることもあるんですけど、はい、もちろん、はい、はい、ただやっぱりこうインスピレーションでこうなんか降りてくるものじゃないですけど、はい、そういうものって形というかものはあるじゃないですか、はい、それはまとめるのが割と 大変なんですよね、うん、形にしていくことが。だから、そうですよね、はい、その作業の方が大変なんじゃないかなと思うんですけどね、はい、例えばそういうイメージはあってとか、うん、はい、なんか私が前に聞いた話で、はい、すごいなんかもう印象にすごい残ってる、わ、うん、かります何が言いたいなんかね、うん、南国行っちゃっていいですか、この、はい、の南国ビートっていうね、そうすね、もうすごい聴いてるだけで南国をこうイメージできる曲があるんですよね、ライブでね、みんながノリノリだった、そう、歌ってくださってる曲、うん、その曲ができた、はい、ね、また環境っていうのがね、何ですか、すごい気になります。そうですね、はい、ちょうどですね去年、一昨年かな、1月ぐらいに、はい、僕のなんていうか、知り合いの方の、はい、家がね、うん、古民家に住んでるんですね、挿し木の、はい、でポールさんっていう外国人の方、外国の方、はい、はい、ですけど、その方の家に行って、うん、はい、ちょっと彼がニュージーランドに帰ってる時に、うん、はい、ちょっと1週間ぐらい、はい、こもらせていただいて、そこでちょっと作ろうということになってして、はい、でまあ、1週間ぐらい向こうで行ったんですね、でその時にちょっとレゲエっぽいやつを
作ろうと思ってで、歌詞を作りながらすごくやっぱり作っていくとこう南国のこの良さとか沖縄に来たくなるような感じとか、そういうのをテーマにちょっと作ったんですよ、はい、ですけどそのなんていうかこう挿し木の1月ってすごく寒くて、はい、割とあのもう周りがサトウキビ畑なんですけど、はいはい、本当に寒くてですね、はい、あの作ってる間中南国の曲を書いてるのにあの吐息っていうか白息っていうんですかでそう出ながらちょっと出ながら、はい、南国の曲ができたっていう素晴らしい、うん、もうちょっとこれ聞いて笑っちゃって ね, そ, ねそんな寒い中であったかい曲ができたんだなと思って、そうですね、やっぱその究極の時にね、うん、芸術ってねこういう感じで生まれるんだなと思ってそうですね、すごいね感動したというか笑っちゃったというか、いや本当にもう沖縄で、ね、あの白い息が出るっていうのがもうないですよね、しかも家の中で家の中でってそうそうないですね、そうそうないですまあまあなんか乾燥とかあのするの嫌なんで、なんか割とエアコンとかつけない方なんですよ、だから余計になんですけど、ね、なんかすごい、まあね、そういう環境で曲が生まれてるそうですよ、まさえちゃんよかったっすね本当に自然にね囲まれた中での、はい、でも本当に南国ザ南国っていう感じのね、うんうん、楽しい曲なので私も大好きです。いや本当に面白い話だったね、はい、ありがとうございます。でね、またねなんか今日聞きたいことがいろいろある中での、はい、お願いします。このね、うん、あの美声の話だよ。そうです、はいズバリですね、はい、本当にあの俊一さんあの歌声もそうなんですけど普段もこんな感じであのハスキーなね、あちょっとセクシーなボイスというか、はい、なんですけどなんかこの美声をキープするための、うんうん、普段から努力されていることと か,、はい、なんか健康管理、はい、聞きたいなと思いまして。そうですね、やっぱりあのなんか体と割となんかこう歌う感じって連動してるんですね、うん、なのでストレッチはやりますね。ストレッチとストレッチをするとちょっと、はい、なんか正しいのか僕が言ってることは正しいのか分からないですけど、うん、なんか体が開くんですよ。開く感じってどんな感じなんですか、うん、ですね、声が出やすくなる感じなんですか。あ 声で分かりますね、うん、例えば、うん、血流が良くなって代謝が良くなって、ほぐれる感じ。そうです、もう全身一応なんていうんですかね、はい、ストレッチして、うん、もう指の先、足の指の先から、はいですね、なんかヨガとかでやられてるんじゃないかなと思うんですけど、ああいうやつをやってますね。あ、じゃあヨガをされてる感じ。よくヨガなのかわかんないですけど、ちょっとオリジナルな感じ。昔ボイトレの先生に習ってあすごいこれ良かったんで、なんか体が開いて喉もやっぱり、うん、開くんで大事だって言いますもんね。普段から努力されてるね、声をね、うん、結構、うん、いいと思いますよ、うん、女性の方も、ま、毎日ストレッチはした方がいいと思いますよ、うん、あと代謝よ上がるんでやっぱり、うん、太りづらくなると思いますよ。ちょっと頑張んなくちゃ、うん、やらなきゃちょっと今日からチャレンジします私も私もいやでもね本当そういうふうにね、うん、まあ、日々健康管理もされながら、うん、はい、特に今ねインフルエンザがねすごい流行ってるみたいですよ。そうですね、はいはい、私がねお伝えできるのは、はい、アロマのことなんで、はい、ちょっといいですかここで、はい、お願いします。あのねここに今日持ってきましたけどティートゥリーっていうねアロマがあるんですよ。なんか赤っぽい、うん、はいはい、このティートゥリーっていうアロマは、うん、インフルエンザのウイルスを 99% 除菌するって言われてるんですよ。なのでやっぱこの時期は私はこう、はい、アロマに、あ、はい、ごめんなさいアロマじゃなくて、うん、マスクに一滴垂らしてやったりとかね、うん、してます。なんかね、はい、参考までにティートゥリーいいですよ、はい、今最近流行ってるのはなんか A 型、うん、A 型インフルエンザがすごい流行ってるみたいなんで、まあでもねもうかかっちゃったらね、うん、早めに病院行っちゃった方がいいかなと思いますけど、うん、はい、そうですね、はい、あれなんか48時間経つと、まあ、タミフル効かないとかで、ね、でもねなんか最近は、はい、タミフルとかではなくて、うん、なんかね別のまたお薬があってね、うん、もう即効性があって、なんかそれを吸入すると、はい、もうその場から病院で昨日実は昨日の話だけど、はい、うちの母連れてったらね、インフルエンザだったんですよ。インフルエンザだったんですか。もうすごい体だるいって言ってたんですけど、その吸入後あれなんか楽になってるって言って2時間後ぐらいに家に行ったらもうなんかね食欲が出てもう食事もしてましたよ。あーすごいですね。だからもうかかっちゃったらね、はい、なんかだるいなとかって思ったら、うん、もう病院に行った方がいいですね。この新しいお薬っていうのは吸入口から、そうそう口から、吸入するタイプで、すごいですね。そういうのがあるんですね。うん、知らなかったです。すいません余談で、インフルエンザに要注意ということで。
お母様も大事に、ね、はいはい、なんかここで、うん、俊一さん、はい、なんか今日はまた歌を披露してくださるという、あ、そうですね、若井さんも以前に、はい、僕の曲の中で好きだっていう、いやもう大好きです、言ってた曲です。大好きですな、嬉しい、 いいんですか、今日はもう早速。そうですね、やっぱりこう日々過ごしてるとですね、一応思い悩んだりとか、うん、このままで自分がいいのかなとか、そういう思うことってやっぱり人なんで浮かんだりとかね、はい、してくると思うんですけども、そういった時にやっぱりさっきのインスピレーションの話じゃないですけど、はい、やっぱ自分の心の声を聞いてですね、うん、こう自分らしく戻る時間とか、そういったものも、うん、なんか作っていくのいくと、さらに人生はいいのかなというか楽しいのかなと、思って。素敵です、はい、そういう感じで作りましたね、はいはい、もうぜひ楽しみにしてます。皆さん聞いてください。はい、聞いてください。幸せだってことという曲です。幸せだってことって曲です。人はみな急ぎ足で歩いてどこへ向かうんだろう。道端に咲いた花や草木も見落としてしまう。もっともっと背伸びしたり、早く早くせかされてばかり。だけどその行く先に何が待ってるって言うんだろう。きっと完璧なものなんてこの世の中にないと思うから、しぐらい肩の力抜いてありのままでいれば一体切な君の幸せだってこと。
切なのは君が幸せだってこと。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もう改めてね、もう素晴らしい、ね、もうマスエちゃん泣いちゃってましたよ。喋れますか？おそおそに耐えられなかったです。もうこの幸せだってこと、はい、もう本当ね、今こうリスナーの皆さんもね、はい、また聞いていただいて、またファン増えましたよ今日。さらにもう、はい、もうどうしましょう、もうこんな素敵な歌声。今の曲、歌っていただいた曲、うんうん、幸せだってこと、はい、これはまたどんな感じの時にできた曲なんですか？これですね、うん、ちょうど歌手になるっていうか、デビューしてからですね、これからもう始めていく、もう社会人1年目みたいな感じですね、はい、1年目2年目とか、うんそういう時にすごくなんていうか、この音楽の仕事自体がちょっと自分のね、はい、実力とかそういったものも追いつかず、うん、なんかこれでいいのかなっていうか、自分が、はい、なんか自分が表現したいこととか、例えばこのね、みんなに、うん、提供できて、いいものが提供できてるのかなとか、うん、そんなちょっと辛い時あったりしてました。辛い時、はい、そういう時に、まあ、一緒によく応援してくれた友達がいて、その人もまあちょうど、その人はなんか心理カウンセラーだったんですけども、うん、ちょうどなんていうかそういう時期に差し掛かってて、ね、その人もで、そういう話をしてた時に、うん、あ、なんか同じような境遇だったら、そういうね、人のことを、なんかこうそういう人、同じような境遇の人を助けられるじゃないですけど、ちょっとほっとしてあげられる、うん、自分に戻ってもらえるような、うん、こう歌ができたらいいなっていうことで、たまたまその制作期間でもあったんでね、はい、作りましたね。でも本当ね、こう完璧な人はいないっていうね、うん、一歩ずつでいいっていう、うん、なんかこう聞いてるとね、みんなやっぱこう、うん、頑張んなきゃとか、うん、あの人みたいにとか、はい、やっぱそう思いながら生きてる人っていっぱいいると思うんですよ。僕もね、そうなんですね、ちょっとやっぱちょっと意識しなかったら、うんうん、頑張っちゃおうとしちゃうくって、うんうんうん、それがちょっと頑張っても結局ね、ダメなことはダメなんで、できないことはできないし、だからそういう時は人に任せたりとかできたらいいんですけど、うんうん、まあ、そういうのがちょっと自分の中でも多分ね、うん、ダメなことじゃないかっていうブロックみたいなのがあったりとかしたり、それで苦しんだりはしますよね、やっぱり今でも。まあ、ありますけどね、うん、まだやっぱりそれをなんかこうどっかにね、解放するじゃないですけど、飛んでいかせられればいいなと思うんですけど、うん、でもなんかやっぱこの歌を聴いてて、やっぱこの、はい、まあね、私が聴いてこの歌に込められたメッセージっていうか、私がこう感じることなんですけど、はい、やっぱこう今ね、おっしゃってた頑張っちゃう、うん、頑張らないととかこう思った時に、頑張るんじゃなくて、はい、今自分が幸せなのかなとか、うん、大事なのは幸せだってことだよっていうやっぱメッセージだと思うんですね、うん、はい、だから頑張るんじゃなくて、あ、今の自分は幸せなのかなとか、うんうん、なんかこう一つこう原点に、うん、なんかなる感じの曲かなって、なんか今聴きながら、うん、なんか改めて思って、はい、ね、頑張って生きてる人いっぱいいるもんね。そうですね、とっても励まされる優しい曲だなと思いました。あ、嬉しい。誰と比較することもなく、もう自分が今幸せなのかっていうね、そこが大事っていう。そうです ねやっぱりそうですね、ちょっと偏りすぎてますから ね現代人って、はい、だから、うん、なんかそこをなんかちょっと、うん、なんか寄せてあげて、真ん中あたりに素晴らしい。いや、でもね、私もよくこうセッションの時によくそういう話するんですよ、うん、なんか頑張りますとかって言う時に、うん、頑張っちゃダメですよって、うん、楽しみましょうとか、
楽しんでいきましょうよっていう私の生きるテーマでもあるんで、まあ楽しいプラス幸せなのか今自分はっていうね、まあ確認できる、もうそれね最高だなと思いますね。もう今日から毎日これかけようかな。私も毎日聞こうかな。久しぶりに聞いて本当癒されました。嬉しいです。なんかね細胞レベルまでねちょっともう細胞に落としてきたよね。すごいなんか肩の荷がねふっと降りてというか、ね、元気になる。素晴らしい。また本当ねこの曲がまたこの次、今週のライブでも、はい、そうですね、また聴けるんですね。今はちょっとカラオケを流して歌ったんですけども、はい、当日は、ですね、サポートの方と、多分生で普通に生音で、はい、だけでやると思います。いや楽しみ。もう最高だよ ね、 ね、このね今ライブが、はい、春バージョン夏バージョンとかね、はい、こうあるじゃないですか。そうですね。なんかそのライブのなんかこうテーマっていうか、はい、なんかあるんですかこう毎回毎回。そうですね、今回は、うん、ちょっと花ちょっとおかしなタイトルなんですけど、おかしなタイトル、まあ花と太陽と、成長、うん、違うね、花と太陽と、うん、あ忘れちゃった花とそう花と太陽で分かりました今花と太陽、入江俊一、はい、成長ですね、うん、フェロモン、うんメロメロライブそうですね、ちょっとまあ僕の中でちょっとテーマがあって、はい、思い入れが、そうですね、これ入江さんのテーマで、うん、なんかブログとかに書いてるとかではなくて、これ書いてないですね。もう自分だけです。自分だけでこう今回はこういう意図でっていうか気持ちで行こうっていう、はい、花と太陽と成長とフェロモンですか。そこで今フェロモンが出てくると思わなかったね。メロ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 ライブメロメロライブそうですね、しんいちさんのフェロモンビームでみんながメロメロになれるっていう、はい、そんなイメージで、ね、そうです、基本的には、まあ、そうなんですけど、なんていうんですか、ちょっと最近手相を見てもらったんですね。えちょっと一生私とあれ本当ですか、聞きたいと思います。何ですか。そう、それでなんかね、ちょっと一般的にはエロ線って呼ばれてるんですけど、エロ線そういきなりそっちですか。そうそう、でなんか太陽なんとかから成功、なんか成功線みたいな運命線みたいな伸びてるとは言って、はい、でまだまだ伸びしろがいっぱいありますよと。じゃあ太陽のこうね、エネルギーみたいにこう人にいっぱい与えられる、はい、ことをやったらいいんじゃないですかっていうことで、あじゃあ太陽だと。でなんかこう、太陽線ってあるんですね。はい、それでなんかそれから太陽が入ってきたんですね。で太陽のようにちょっと見て花を咲かせる、はい、元気にしていく、そうですね、みんなを元気にして、はい、綺麗にかっこよくこう咲いてるような咲くみたいなっていうイメージで、僕がやりたいなって思ってます。素敵です。じゃあこのテーマができたのは最近なんですね。そうです手相を見せてから見せて後にこのテーマが浮かんできた感じですね。そうです。冬とか春とか氷通り越して夏になっちゃうような、ね、なんかいい感じですね。まあなんか沖縄らしいし、暖かく、はいね、はい、人の心を温めてくれるような ね、 ね、素晴らしい、はい、癒しも入ってます。癒しのメロ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 光線みたいな感じでした。今どこで癒しがいいんですか。癒しメロメロ癒しみたいな、暖かくなって冬からこう暖かく癒されて、春になるみたいな。夏になる。この冬バージョンの後はまた春バージョンもあるんですね、うん、春のライブも、はい、また春は春 で、 春で、ね、ちょっと今はちょっと切なさもありつつの、うん、やっぱりなんで、はい、ね、聞いてるとね、うん、太陽とか花とかね、うん、もうそこに向かってるけど、うん、でも切なさもあるんですね。切なさもありますある感じで、あ 楽、 しみです。楽しみですね。ちょっとね、ま、た私たちもね、はい、行く予定だしね、はい、もうちょっとこれははっちゃけ、はい、はっちゃけそうですね。いや楽しみ。なんかそれに向けて、はい、なんかこうまた新曲っていう話もあるんですけど、うんうん、はい、さらにまたなんかこうなんかあるんですか、そのライブでやるっていうか、うんうん、今回のライブで皆さんにお伝えしたいことっていうか、お伝えしたいことですか、はい、あそうですね、まあ、一応新曲も歌いますし、はい、そうですね、今考えているものとしてはちょっとこれはちょっと来てからの方がいいなと思うんですけど、来てからそうですね、そうですね、もう行ってのお楽しみですね。じゃあちょっとゲストも、そうですね、ゲストも呼んでって。あ本当ですか、はい、楽しみに。でちょっと僕もこれ古典音楽を一曲
あの沖縄の古典音楽を一曲ちょっと嬉しいです歌います。ちょっと皆さん聞きました？すごい、はい、音楽をされるそう、はい、すごいですね。じゃあもう本当ね、皆さんね、ぜひあだいぶね、こうぜひこの申し込みというか、はいはい、チケットってまだ大丈夫なんですかね？あ、全然大丈夫と思います。ちょっとですね、はい、あのチケットレスなんですね、はい、チケットレスで、あの予約で前売りの、価格になるので、はい、あのライブハウスに直接あのちょうど今の時間帯ですね、14時から16時までの 間でちょっとあの電話していただくって感じですね。なるほどですね、皆さん、はい、じゃあね、またそれはあのまた後ほどお知らせしたいと思うんですけど、はい、この辺でですね、久々にビーブレイブいっちゃいますか、まさゆちゃん。行きましょう、ぜひ。はい、あのね、伊礼さんのね、また今度のこのライブ、はい、大成功を祈って、はい、盛り上がるのを祈って、ビーブレイブ、ビーブレイブ、ビーブレイブいっちゃいますよ。ビーブレイブ、じゃあリスナーの皆さん、久しぶりにビーブレイブいっちゃいますよ。いっちゃいましょう。はい、じゃあ伊礼さんの、いいですか、伊礼さんの、今度のライブ、はい、大成功を祈って、ビーブレイブ。いきなりビーブレイブいっちゃいましたよ。はい、もう今日はですね、もう本当にもう楽しいトークなんですけど、はい、あっという間の時間ですよ。あっという間すぎますね。ありがとうございます。あっという間ですよ。楽しかったですね。もう一旦ですね、この辺で、あの、なんでしょうか。はい。あ、メッセージが入ってますね。すいません、ちょっとメッセージ、あの、紹介させてください。はい、沖縄ブレイブス、姉と一緒に楽しく聴かせてもらってます。伊礼俊一さんの歌に感動しました。完璧な人なんていない、うん、少し肩の力を抜いてって、子育て中の私の心を癒してくれました。掃除も料理も今まで通りにできなくなって落ち込むこともありましたが、うん、少し肩の力を抜いてリラックスしながら楽しみます、うん、これからも応援しています。ゆうちゃん、すーちゃんよりということで、はい、メッセージをありがとうございました。ありがとうございます。はい、レイさん、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。今日はですね、ゲストに伊礼俊一さん、お越しいただきまして、あっという間の時間でした。もうありがとうございました。最後ですね、ライブのお知らせもう一度ですねしたいと思います。伊礼俊一マチカンティライブ2017、冬バージョンですね、はい、伊礼さん、ちょっとじゃあ最後にお願いしていいですか。はい、それでは詳細を、言ってみたいと思います。ですね、あのバンターハウスという那覇の沖江通りにあります、ライブハウスで、2月25日、19時オープン、19時30分スタート、で前売り券が、前売り券というか前売りが価格がですね3500円、そして当日4000円となっております。ここのですね、予約の、問い合わせの方はですね、あのバンターハウスというライブハウスまで直接お願いします。098-863-7967、863-7967です。テルは、電話をですね、あの14時から16時までの間にお願いします。はい、はい、ありがとうございます。皆さん、もうこのね素敵な歌声をぜひライブでもうね、また直接ね、はい、皆さん一緒に聞いていきましょうよ。一緒に、もうぜひね、はい、まだあの席もね若干あるということなんで、はい、ぜひ楽しみにしてます。ありがとうございました。はい、今日ですね、またあのお話ししたことの感想やご意見などありましたら、ぜひメールください。メールアドレスは、780@fmnaha.jp
780@fmnaha.jp です。お待ちしています。また、今日ですね、お伝えしたこの番組はですね、この後また YouTube で夕方にはアップできると思いますので、 YouTube で高知若江で、検索していただければと思います。はい、次回は3月1日水曜日午後2時からの生放送になります。よろしくお願いします。はい、この番組は輝く未来をお約束、不動産の有限会社エナジーと健康づくりのパートナーイオン那覇隣宮城整骨院ヒーリングアロマ沖縄の提供でお送りしました。それでは、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは皆さん、また来週、またね、バイバイ、バイバイ。うまくいかない、それでも腹は減ってくる、向かい風でもつむじ風でも寝転んでしまえばそよ